前にもですけど、高低差 350m の瞬間移動、万が一のことがあると僕の命にも関わるんで、これだけたくさんの人の目に囲まれて大丈夫ですか？皆さん歴史的瞬間を目撃することになります。あ、え、このバッテン印に瞬間移動してくるという話だったんですけれども、テッドさん、テッドさん、許せないですね。今日はマジック界に新たな歴史が刻まれる日ということで、こちら東京スカイツリーの展望デッキに来ております。見てください、この景色。マジシャン先生の衝撃的なパフォーマンスをこの目で見ようと多くの方々が集まってきています。この後マジシャン先生がパフォーマンスをするということで、ちょっとその前に本人にお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。さん、はい、この格好で今日ショーやるんですか？そうなんですよ、朝着替え間に合わなくて。あ、でもそうだ、近くにホテル取ってあるんでこの後来ます。え、まあでもこの格好じゃ格好つかないんで、じゃあ着替えてきます。わかりました、開けてもらってもいいですか？はい、すぐ戻ります、本当にすぐ戻る、ちょっと待ってます、はい、待ってますね、はい、しました、もう始まってる。さあ、ということで改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は高低差およそ 350m の瞬間移動というふうに私聞いているんですけれども、見てみます、これ、この距離瞬間移動します。この高さ行くんで、万が一のことがあると僕の命にも関わるんで、失敗したらレイニちゃんをデートに誘えなくなると思うと本当に心が痛いです。こんな企画前代未聞ですけど、どうやって思いついたんですか？それをね、ちょっとお見せしたいものがあるんで、こっち来てください。わー、楽しみです。実は今この東京スカイツリーさんと超人気ゲームの原神さんがね、コラボしてます。こちらです。はい、コラボレーションしてるんですね、こんな風に。すごいですね。でご覧の通りね、すごいいろんなキャラクターがこの壁一面に描かれてます。でいろんなキャラがいるんですけど、このキャラリネっていうマジシャンのキャラクターがいるんですよ。僕と同じマジシャン。でリネの得意技がダッシュ中イリュージョンなんです。ダッシュ中イリュージョンなんです。彼の得意技が脱出イリュージョンなんですね。だったら僕もこのスカイツリーで脱出をやってやろうじゃないかと。地上 350m の高さから下の入り口までの瞬間移動を思いつきました。瞬間イリュージョンですか？瞬間お前も神々やないか。さあ、そろそろお時間となりました、はい、ご準備をお願いします。はい、はい、準備していきます。そして後で直前インタビューにまた後ほど伺いますので、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ショーの開演まであと2分です。まもなく皆さん歴史的瞬間を目撃することになりますが、その前にちょっとマジシャン先生ケントに、ね、意気込みを伺ってみようと思います。こっちです。さあさあさあ、あれあれ、ここにいらっしゃるはずですよね。あれ、どうします、いらっしゃらない？大丈夫？多分大丈夫です。本当ですか？はい。え、スタンバイしてないけど大丈夫ですか？まあ、いつもこんな感じなんで。じゃあ始めますけど、いいんですか？はい、いないし、じゃあ始めたいと思います。本日は原神&スカイツリーコラボレーションイベント青空の大冒険へお越しいただき誠にありがとうございます。さあ、それでは今日限りの特別賞を心ゆくまでお楽しみください。早速ご登場いただきましょう。マジシャン先生ケントです。どうぞ。
ました。改めましてマジシャン先生ことケントです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今から起こる 350m の瞬間移動がリアルタイムで行われているんだよということを証明するためにですね、一人のお客様に協力をお願いしたいと思います。じゃあちょっと一番前のお客様よろしいですか。はい、はい、ちょっとじゃあこちらまでお越しください。お客様に大きな拍手をよろしくお願いします。ここにトランプいろいろあります。この中から一枚好きなトランプを一つ選んでください。どれでも結構です。はい、じゃあそのトランプをじゃあこちらに見せていただきたいんですけれども、今からこれ真ん中から半分にビリッと思いっきり破っちゃってます。真ん中から、はい、ど真ん中で半分に破きます。ありがとうございます。じゃあどちらか好きな方を僕もらいます。どうしよう。じゃあこちらもらいますね。ダイヤの9番破っていただきました。こちらにもダイヤの9番があります。今からこの破片を持って僕が瞬間移動で出現する場所にアナウンサーのレイミさんと降りていただきます。僕がその後瞬間移動ではそこにまた向かいますんで、僕が到着したらこの2つのカードの破片を下で合わせましょう。そしたらね、これが録画された映像じゃないってことが皆さんにも伝わると思いますので、さあということで早速お二人にはエレベーターでね下の方に降りていただきましょう。よろしくお願いいたします。さあでこのもう一つのピースはなくさないように僕が厳重にここに保管させていただきます。ではそろそろお二人下に着いた頃かなと思いますので中継つないでみましょうか。モニターをご覧ください。ケントさん聞こえますか？はい、聞こえてますよ。はい、私現在マジシャン先生が瞬間移動してくる地上のスカイツリーメインエントランスに到着しました。こちらご覧ください。皆さんもこちらご覧ください。このバッテン印、こちらにマジシャン先生ケントが瞬間移動してくるということなんですよね、ケントさん。その通りです。 350m を一瞬で移動してみせましょう。いやいや、皆さんそんなことが果たして可能なのでしょうか。ケントさん、こちらにもたくさんの方がいらっしゃってるんですよ、ね、ありがとうございます。これだけたくさんの、ね、人の目に囲まれて大丈夫ですか？はい、万端です。いつでも大丈夫ですので、じゃあ始めましょうか。お待ちしてます。はい、それでは高低差 350m の瞬間移動ご覧ください。たった今上層階でパフォーマンスが始まったようです。それでは様子を実況中継させていただきたいと思います。さて、中央には大きな箱が置かれています。カーテンも閉めていますね。開かないようにしっかりと紐でくくりつけています。そして2枚目のカーテンも閉まりました。これで中の様子が外からはっきりわからなくなってしまいました。箱の側面、そして箱の上の面に穴が開いているように見えますよね。一体これは何に使うのでしょうか。さて、ケントさんが箱の中に入っていきます。非常に緊張した空気が流れています。私もドキドキしてまいりました。そしてこちらに手を振っています。さあ、完全に箱の中に入りました。そして蓋が閉まりました。おっと、手が見えましたね。蓋の穴は手を出すためのものだったんですね。一体ここから瞬間移動をどうやってするというのでしょうか。この後の展開に目が離せません。そしてケントさんが長い棒のようなものを受け取りましたね。この棒は何に使うためのものなのでしょうか。箱がぐるりと回転しています。ダンサーさんが美しく舞っています。これは我を忘れて見入ってしまいますね。ケントさんもここまでの大規模なマジックは自身初の試みだということです。ケントさん自身、何が起こるかわからない、万が一失敗したら大変なことになるとおっしゃっていました。ダンサーさんが華麗な棒さばきを披露してくださっていますが、この後一体どうなるのでしょうか。おっと、箱の方を向いて狙いを定めました。横の穴から棒を突き刺しています。
ケントさん大丈夫なのでしょうか。箱の反対側までしっかりと貫通していますね。おっと、3番目の棒も出てまいりました。ケントさん、どの瞬間に脱出をされるのでしょうか。一瞬たりとも箱から目を離すことができません。2本目の棒が箱に突き刺さりました。こちらも反対側まで完全に貫通しています。果たしてケントさん無事なのでしょうか。あ、ケントさんが棒を回転させています。よかったです。ご無事でいらっしゃいますね。次々と先ほど刺した棒が抜かれていきます。さあ、ダンサーさんが力強い舞を披露しています。迫力のあるパフォーマンスですね。おっと、棒で箱を押しています。あ、え、この中に足りなくなってしまいましたけれども、ちょっと待ってください。大丈夫ですか。ここに到着するという話だったんですけれども。いらっしゃらないですね。え、大丈夫かな。ケントさん、ケントさん、ケントさん、大丈夫ですか。はい。お待たせいたしました。ありがとうございます。何してるんですか。いや、ここにね、現れると僕聞いてたんで、絶対に逃すまいとカメラ持って回ってた。絶対に逃しちゃいけないんで。ちょっと待って、理解追いつかないんですけど。上の方見えてますか。見えてたらちょっと手振り返してほしいです。モニターそこかな。皆さんもね、ぜひ僕ここにいるんでね、会いに来てください。多分1秒ぐらいで着くと思うんで。やばいです。はい、そうだ、大事なこと忘れてました。これ、あ、そうだそうだ、持ってますか。このダイヤの9番、ダイヤの9番がしっかり合ってますね。裏面からも見てみましょうか。裏面からも見てみると、ほら、ぴったり合ってるの分かります。これで350m の瞬間移動大成功です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでね、現在東京スカイツリーでは原神のコラボレーションが開催中。2024年3月の6日までね、コラボイベントやってますんで、ぜひ遊びに来てください。またね、バイバーイ。まだ僕の魔法は終わりではありません。今回みたいな大型企画、スカイツリーが第1弾でしたが、なんともうすでに第2弾の準備が始まってるんですね。もっともっとこういうワクワクする大きな企画打っていきますんで、また次の動画でお会いしましょう。